15室の階段と、はいはい、階段ベンチとテラスとかね、作って、ここで遊べるよっていうスペースとかね、はい、なんか リゾートっぽく作ってみました。絶対に外交で後悔させないと、外交デザイナーのミヤです。ミヤさん。はい。外交といえば、最近 3D プリンター住宅っていうのが流行ってるんですけど。そうなんですか？知らないですか？いや、知ってますけど。外交といえば。いや、外交といえばですよ。だって、3D プリンター住宅って、はい、なんか結構ニュースではやってるんですけど、めちゃくちゃ安いんですよ。安いよね。500万ぐらいですかね、なんか最近、ちょっと前に見たやつだと。家500万で建てられるんですよ。やばくないですか？画期的な時代が何千万じゃん。はいはいはい。500万でしょ？そうですそうです。すごいよね。なんでそれに対して、やっぱ外交2、300万できるじゃないですか。はいはい。めちゃくちゃ安くて。はいはい。もう家800万とかで建てられるんですよ。そうだね。もう最強ですよね。最強だね。コスパ最強だね。そうです、コスパ最強ですね。やっぱその辺結構なんていうんですか、議論されてて、皆さん的な外交のデザインと 3D プリンター組み合わせたらどうなるのかっていうのがめっちゃ気になるんですよね。はいはい。そうです。なるほど。実際どう思いますこれ？いいんじゃない？スリアの立てたけりゃいいんじゃない？立てたけりゃいいんじゃない？あ、でもやっぱりこの辺まあなんかいまいちそこは世間的にその情報も出回ってないですし、うんうん、まあ、メリットデメリット外交的にどうなのっていうのはあんまり知らない方も多いんで、まあ宮瀬さん的な観点で知りたいなっていうのは1個あります。僕の観点でいいですか？全然 OK。 じゃあいきます。はい、なので今回は 3D プリンター住宅の外交、絶対にこれメリットデメリットを踏まえてプロが徹底解説です。まあ、この動画はですね、今外交計画で迷ってる方だったり、絶賛 3D プリンターでね、こういう家建ててますっていう方がいればね、ぜひ参考にしてもらいたいなと思ってる動画です。3D プリンターって言いましたけど、外交のデザインを気になる方って結構いるじゃないですか。まあ、それと同じでね、3D プリンターの場合どうなるかとかね、普通の家の戸建ててもそうなんですけど、全然外交のデザインについてお話ししていこうかなと思いますので、ね、最後までご覧ください。なんかざっくり、まあ、3D プリンターってなんか巷ではなんかいろいろメリットデメリットあるんですけど、皆さん的にどう思います？まず圧倒的なメリットはコストじゃないですか。あ、やっぱ安いですよね。安いっすよね。安いっすよね。500万先言ってたっけ？言いました。めっちゃ安いよね。めちゃくちゃ安いっす。まあ普通に注文とか分譲含めありえないよね。建て売りだったらやっぱ2、3000万とかですか？するよね。そうですよね。するし、うん、まあ、コンテナハウスの延長みたいな。あ、かも、まあ、延長ではないかもしれないけど。コンテナハウスってどういうものですか？なんかコンテナ、はい、貨物で使うようなコンテナ。貨物、はいはい。まあ部屋にちょっとリフォームした感じのやつだよ。はい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 。まあ、だからコンテナを置いて改装してるみたいな、うんうんうん、あれでももうちょっといくかな。あ、一般的になんかお店とか、そうそうそう、ホテルとか、うん、そういう作り方してるイメージはありますね。かもしれないね、うんうんうん、3D プリンターとなると、はい、まあそこまで多分広くは取れないんじゃないのかなと思うけど、ね、工期が圧倒的に早そうだよね。あ、そうなんですか。そう、多分印刷するのが、ね、はい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 、早いんじゃない。うん、工期とか値段も安いよね、はい、うんうんうん、その辺がすごい利点だろうね、うんうん、デメリットどう思います？機密性とかどうなんだろうね。ああ、そう、住んだことないじゃん。断熱とかですよね。そう、確かになんかリユースだとそんな住んでる人そもそもいないんで、申し訳ない、感想が、そうそう、感想がほぼね関わったことはないで、 でもそのうちやっぱりね、外交なんで家の提案されるわけじゃないですか、うん、絶対そう、ね、可能性はゼロじゃないですよね。ある、むしろもし 3D プリンターで家建てる人いたら、うん、相談来てほしいむしろですよ、ね、むしろ来てくれや。なんかデザイン性的にどう思います？ 3D プリンターすごいシンプルじゃん、きっと。はいはいはい。今でいうさ、外観でこうごちゃごちゃタイル貼ったりとかしてなくて、多分シンプルな、うん、勝手なイメージ白とかなのかなと思ったけど、ポンと、はいはい、逆に外交際立つよね。あ、なんかオープン外交みたいな感じですか？あ、でもそれでもね、俺映えると思う。本当ですか？で、ゴリゴリに外交やってもいいんじゃないか逆に実際にこの建造物建てた方もやっぱいらっしゃるみたいで。え、そう。あ、いらっしゃるみたいです。 3D プリンターで。はい、いらっしゃるみたいです。一般の人？はい、一般の方もですかね。 あと建築家の方もなんかやってますね。意外とそういう人の方がやっぱ興味あるのかもしれない、うんうんうん、僕もあるもん。いや、だって意外と間取りとか気になりません？なる。なんか勝手にイメージ丸い、なんか。はい、丸とか四角とか。四角もあるんだ。うんうん。そういった時の外交を、やっぱ 3D 住宅じゃないですか。3D だね。3D 住宅じゃないですか。はい、うちも 3D キャドがあるじゃないですか。確かに。ちょっとそれを趣味にしてほしいです。わかりました。はい、お願いします。はい、行きましょうか。こんな感じで今作りました。はい、ありがとうございます。外交って言ったけどなんか2番にしちゃったんですけどいやいや、 3D のプリンターね。プリンターがどれですか？いやいや、ちょっとね、CAD を丸で作るの大変なんで、ごめんなさい、四角にしちゃいました
比較すぐできるんで、うんうん、まあなんか世の中にこの 3D プリンター CAD、うん、ほぼないんじゃないかなと実際にじゃあ外交をまあ仮に作りますっていう、はいはいはい、これ大体面積どんぐらいですか、はい、どんぐらいだろうこれ、何平米想定ですか、63平米とか63平米結構いるですね、はい、なんか リゾートっぽく作ってみました、おー、はい、手を使ってね大体 3D プリンターって今500万とか、ああ確かに300万とかできるらしくて、言ってたね、なんでこれにプラスしたらもう1000万円以下で作れるんじゃないですかこれ、いやこれねもうちょっといくかもしれない、もうちょっといくんですかこれ600万ぐらいいくかもしれない周りこれどうなってるんですかそこのポイントの解説先お願いしますした方がいいですかちょっと即興でまた作っちゃったのね、これから準備しててって感じですごいですね、タイルテラス今とりあえず作ってみて、植物室の花壇と、はいはい、階段ベンチとテラスとかね、おーここで遊べるよっていうスペースとかね、中から見せた時に景観で目隠しのかけて植栽と緑とアクセントで入れて、ね、はいはいはい、照明もたくさんちょこちょこ入れさせてもらってます、うんうんうん、これ上はカーポートじゃないですか、これテラス屋根、おしゃれ屋根、テラス屋根、高いんでね、うんうん、100そんなにするんですか、何ぐらいしちゃうから、うわこれ食いですせっかく家で安くしたのに外交で高くなるそうね、ちょっとこれ外壁とかどうなってるんですか、まあ、タイルとかね石とか張り巡らせてちょっとリゾート地区な高そうな感じにしましたけど、はいはい、外交で言うと今、まあ、庭ですけど、はい、広いテラスと、はい、まあ、屋根と、うん、なんか映えそうな感じで作ったぐらいですけど、あ、いいっすね、もうちょっとちゃんと気になる方は作りますけど、まあ、今こんな感じになっちゃいました、うん、まあ、なんか 3D に落とし込むと多分ね 3D プリンターって家結構シンプルめだと思うんですよ、そうですね、だから外交はちょっと派手めでやっても合うかなと思って、うん、だ僕どっちかかと思うんですよ、めちゃめちゃ家も外交もシンプルにして、はい、緑とかで際立たせるパターン、芝生とか樹木を多くする、はいはいはい、植栽をいっぱい入れてもかっこいいと思うんですよ、あ、いいですね、いいですね、なんかそれがそれでこう味になるというか、うんうん、なんかやっぱ緑に囲まれてる感じですよね、そうそうそう、緑に囲まれてポンとプリンターの色、はいはいはい、これも全然めっちゃいいと思うんですよ、あ、いいですね、いいですね、逆に外交コテコテにしちゃうパターンですね、うんうんうん、この絵みたいに結構素材多めにして結構コテコテにしたんですけど、あ、うん、テーマ的にはなんかシンプルモダンとかいろいろあるじゃないですか、一般的な住宅に落とし込むと、うん、そうだね、3D プリンターで落とし込むと今結構なんかニュースだとシンプルめが多いんですけど、そうなんどういったテーマが合いそうですか、多分さ合うっていうと別にシンプルでもいいし、さっき言った緑でもいいし、はい、リゾート地区もあんねいいんじゃないって感じなんだけど、うん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 、でもさっき 3D プリンターのコンセプトも多分なんか安さにフォーカスされてる気がして、そうですね、なんか本当に貧困が絶えない、まあ、なんか家作りをしたいとか、そうだよね、なんか住宅ローン30年を解消したいっていう、ね、なんかそういうテーマがあるみたいで、だから訴求の仕方としてやっぱ安さにフォーカスしてるから、うんうん、まあ、そこで外交今みたいに、ね、ちょっとおしゃれにしちゃっても、うんうんうん、まあいいんだけれども、はい、ちょっと値段高くなったら本末転倒な感じもしなくはないから、逆に外交全振りしてこういうふうにいろいろコテコテにして1000万の外交を作ってもらうのもありだと思う、はい、でもねトータル1500万1600万じゃん、ね、そうですね、うんうん、で外交もすごいシンプルに安くして緑とか生えさせれば、うんうん、まあ2、300万だと仮に、まあ、200万ぐらいだとしても、うん、はい、700万、1000万以下でトータルできましたってことだから、うん、あ、すごいですね、ね、全然いいよね、うん、500万の住宅にプラス2、300万みたいなことですよね、うん、そう、もしくは1000万かかる、あ、いいですね、なんかカーポートが仮につけるとしたら何つけます？ 3D プリンター住宅につけるとしたらなしでいいんじゃない？なしですか？車はさすがに必要じゃないですか？いいかな？60平米ですよこれ、あ、60平米家が、でもさ 3D プリンターでなんかカーポートあっちゃうと結構その 3D プリンターの家隠れちゃいそう、そうなります、どうだろう、もう昨日とにかく値段だけで、はい、そこどうでもいいんだったら、うん、いやでもやっぱご家族で住まわれるとか、うん、老後にやっぱ車で移動したいなみたいなのあるじゃないですか、はいはい、だったらもうなんか一般的なお値打ちなカーポートつけ、うん、なんか逆におしゃれすぎてもなんか、うん、なんかアンバランスに感じる気もしなくはない、うん、しかも 3D のプリンターの家ってなんか工期早いらしいじゃん、めっちゃ早いですらしいです、2日とか2日なんか44時間とか、50時間以内って書いてきちゃうみたいな、家ってだってさ3ヶ月で早いとか言ってるぐらい、ああ家って大体どれぐらいなんですか、ちなみに今言った2、3、まあ、3ヶ月ぐらいかで早いって言ってて、長いとかだと半年とかするんじゃない、あ、そんなにするんですか、じゃあ外交だったらどれぐらいかかるんですか、1、2ヶ月かな、多いの、あ、やっぱそうですよね、コテコテだと3ヶ月ぐらいかかったりする、はい、まあ、大体1、2ヶ月多いかな、あ、すごいっすね、そう、もう家2日でできんのに外交1、2ヶ月待つってやばいっすね、欲しいよ
ちょっとぜひなんか視聴者さんから 3D プリンターもしやってるとこあったらコメント欲しくないですか。欲しい。ぜひ教えてほしいよね。そうっすよね。あんま分かってないんだよ。そのメリットこうだよ、デメリットこうだよとか、はい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 、なんで買ったんだよっていうのを教えてほしいっすよね、うんうん、そうですね。買ってる人は見てないかもしれないけど、あ、検討してる人はいるかも、ね、そうですよ ね 3D 住宅、ね、今検討してますとか教えてほしいわ、うん、逆に今なんか新しい新築検討してますって人ももしかしたらこれ見て、え、そんなのあるんですかみたいな、なりそうじゃないですか。 3D に切り替えます、ね。うん、本当にすごいですもんね、安すぎて。安いよね、びっくりしますね。私工期も早いし、はい、なんか今のところあんまデメリットないけど、実際そこ深掘ってみたいけどね。ああ、そうです、ね、やっぱ思ったより寒いとか。いや、当然さ、やっぱ家ってちゃんと作ってれば断熱とかもあるから、はい、3D プリンターってどう考えてもプリンターで作るから、うん、断熱性とか絶対薄いと思う、ね。冬はすごい寒かったり、はい、夏はめっちゃ暑そうな気がするけど、ね、うん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 、ああそうですね。そこが結構不安要素。逆に500万600万今安いって言ってるけど、はい、それで住めないねってなったら確かにめちゃめちゃもったいないよね。ああ、むしろ500万損ってことですか。高いよね。そこちょっとネガティブですよね。結構だよね。ああ、ちょっと外交に費用かけてる場合ではないですか。えぐいよね。だからね、外で見学できるところがあるならすごく気になるよね、はいはい。ああ、でもなんかあるみたいで。あ、そうなんだ。はい、あるらしい。じゃあ暑さとか寒さも体感できる。あ、できそうじゃないですか。宿泊とか。あ、それめっちゃいいね。はい、あったり。だって大体わかるもん、ね。はいはいはい。それぐらいしかあんま思いつかんけど、デメリット的なの。うん、でも、この皆さんのオフィスも 3D でプリント作れるんだったらすごくないですか。撮影場所作りたい。確かに。3D プリントでオフィス作ってみた。ね、それいいね。いいね。はい、ということでね、今回は 3D プリンターの住宅についてお話をさせていただきました。正直僕もそんな分かってないところあるんですけれども、まあできたらこんな感じだろうなとかね、妄想を膨らませながらお話させてもらいました。またね、いろいろ調べると今ニュースでも話題だと思うので、コスパの良さのあの 3D プリンターの住宅ぜひチェックしてみてください。気になる方はね。外構に関して言うと、まあ正直いろいろ合わせやすいと思うんですよ。家シンプルな分ね、外もシンプルでもいいし、逆にコテコテにおしゃれにしても合うと思うんで、逆に外構は何でも合わせやすいとは思います。で、家に関しては僕も気になるんでね、もうぜひあのやってみたいんで、逆にね、こう 3D プリンターで家建てますとかいう人に、ね、いたらぜひ外構でお問い合わせください。全面的に協力させていただきます。はい、今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。またね、あのコメント欄の方でね、今日の話いろいろあの言いたいことあるかもしれないんでね、ぜひコメントの方教えてください。あの、面白かったとか、外交どうだったとか、はい、ぜひ教えてください。参考にさせていただきますので、で、コメント見てますので、僕もね、ちょっと面白いコメントに反応させていただきます。はい、ここでね、このチャンネルでは、失敗しない、後悔しないための外交作りについて発信しておりますので、はい、またぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。 3D プリント面白いですね。面白い、まあ、興味あるよね。僕もあんま知らない。ぶっちゃけどう思います、これ。面白そう。ね、いいっすよね。面白い。で、今撮影はちょっと盛り上がったけど、はい、視聴者めっちゃ冷めてたから。そんなことないです。面白かったけど。めっちゃ悲しいけど。外交のシミュレーションバージョン。ね。ありがとうございます。ありがとうございました。